こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県天理市森目道町にございますグランジュールルナのですね201号室コラボルームのご紹介をさせていただきます。早速ねコラボルームの説明の方から始めさせていただくんですけども、今回こちらのお部屋なんですが、天理大学のですね私ども賃貸の正木が協力タッグを組みましてコラボレーションさせていただいた特別なリノベーションを行ったお部屋となります。いろいろとね改造を加えたところございますので、一つずつ順を追って説明していきます。まずメインとなるこちらなんですけども、非常にね存在感のある収納を付けさせていただきました。こちらのねバッグの方は薄緑色のですねアクセントクロスを使用しておりまして、非常に目にも優しい、まあいい感じのお部屋に仕上がっていると思います。またこちらのね壁付けの収納なんですけども、結構ね重量も耐えれるような仕様になっておりますので、こちら真ん中の空いたスペースにですねテレビを置いていただくことももちろん可能ですし、この、置いてる白い箱はですねプレゼントさせていただく収納箱になるんですけども、こちらの方はもちろん場所を変えていただけますのでね、この下のところに、DVD を入れていただいたりゲーム機を置いていただいたり等々いろいろしていただけるようなそんな棚になっております。もちろんこちらの棚可動式となっておりますので、外していただいてご自身のですね好きな、高さ内容の方に変更することも可能です。続きまして2点目なんですけども、こちらの物件もともとね冷蔵庫置き場というものは取ってなかったんですが、この時にですねこちら冷蔵庫置き場を作らせていただきました。コンセントの方も増設しておりますので、この空いたスペースに冷蔵庫を置いていただくことが可能です。続きましてこちらですね、もう今となってはね人気の設備ナンバーワン、ツーを争うぐらい人気なんですけども、モニターも付けさせていただきました。それからこちら姿見ですね、非常に薄くてねスタイリッシュな姿見、これも全てコラボルームの一環です。続きましてこちら、もともとこちらの物件集団にですね物入れの棚があったんですけども、それを今回取り外しましてクローゼットタイプに変更しております。あとこの奥のねストライプ柄、これ非常におしゃれなポイントだと思います。センスが光るところですね。もともとついていたものの設備になるんですけども、こちらはエアコンになります。こちらがバルコニーになりまして、バルコニーの方は南向きとなっておりまして、日当たりは抜群となっております。次いきますね。続きましてこちらキッチンなんですけども、キッチンこちらねこの部分なんですが、もともとここにですね小さな冷蔵庫を入っていたんですけども、それを今回出しまして、この下に収納棚の方を設置いたしました。こちらの収納棚も可動式になっておりますので、ご自身の好きな高さ選んでいただくことができます。キッチン自体もねガスコンロ、一口の分が最初からついておりますし、シンクの方もね一人暮らし用のサイズで十分なものを準備しておりますので、使い勝手は抜群です。続きましてこちら洗濯機置き場なんですけどもね、こちら洗濯機置き場の上部にこのような収納棚を付けさせていただきました。こちらの方もですね、洗剤入れていただいたり何かちょっとした小物入れていただくのに重宝する棚となっております。これもコラボレーションの一環ですね。こちらはお風呂場になりまして、お風呂場はセパレートタイプとなっております。はい、それではね続きましてこちらおトイレなんですけどもね、トイレね結構ビビッドなカラーで黄色のアクセントクロス使用しております。結構派手でいい感じだと思いますよ。現場を見てもらったら分かるんですが、こちら下駄箱ですね。こちらから下までずっと棚がありますので、もちろん靴入れていただいてもいいですし、それ以外の収納として使っていただくのも可能です。こちらのブランジュールルナの201号室なんですけれども、当然ながら一部屋のみの募集となっております。コラボレーションさせていただいたこちらのお部屋、今すぐですね私ども賃貸の正木のホームページでご確認いただいて、お早めの内見とても強くお勧めさせていただきます。奈良のおもてなし、奈良心賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。